ご案内いたします。列車はただいま両毛線小幡に停車しております。3分ほど運転停車をいたします。またただいまからまた皆様の席お座席に今回のツアーでのアンケート用紙をお配りに伺います。ぜひこれから先の皆様の企画の案などぜひご記入ご協力をお願いをいたします。またこれから先終点の栃木につきましてから先は今回のご乗車いただいております旧型客車の折り返しの回送列車を皆様と一緒に見送りをいたしましてから改札口を出て解散という形を取らせていただきたいと思いますが、もしご都合でお急ぎのお客様乗り継ぎ等でのお急ぎのお客様いらっしゃいましたらこれから先スタッフが伺いますのでその際にお申し付けください。主催旧型客車のツアーにご参加いただきまして本当にありがとうございます。企画を担当させていただきました大塚でございます。おかげさまをもちまして平成31年度私の企画したツアー31回行うことができました。これも一人に皆様のおかげでございます。本当にありがとうございます。また今回の旧型客車ツアーにおきましては皆様からの好評を受けておりますので次回8月の終わりに夕刻に熊谷を出て栃木に行くツアーを今企画しておりますので発表につきましたら今しばらくお待ちいただきますようにお願いいたします。また先ほどのお弁当でもお配りいたしましたの白にお越まして今後のクラブツーリズムのツアー発表しておりますのでもし皆様のご都合が合えばまたお会いできることを楽しみにしております。先ほど不祥事でお配りいたしました平成から令和の騒動につきましては本来4月30日5月1日に行う聞いてくれるのツアーで皆様にお車販売を予定しておりましたが運よく先週末に釣り上げることができましたので今日のツアーを持って初めて一緒に見て販売することができました。100万近く売ることができまして本当にありがとうございます。平成最後の4月30日におきましては近鉄の枠を使いましたツアー山手西大寺から伊勢川の往復この画面におきましては名古屋の車庫での優先体験また海道の最大時におきましても優先体験を制しているから現在130メートル以上出しています。本当にありがとうございます。翌令和最初の日におきましては近鉄名古屋から一度はのツアーも発表しております。こちらも115名様でいらっしゃいます。本当にありがとうございます。以外でも7月1日より熊本ディスティネーションキャンペーンが行われます。それに合わせて7月1日は月曜日なんですけれども BLSL 人吉号を博多から人吉まで走らせます。熊本の在来線の車庫に行きまして BL から SL の付け替え体験を皆様にご乗車いただいたまま楽しみ体験ツアーを企画しております。7月1日は日曜日でございます。
とお詫びがございます。以前5月25日と5月26日に東武線350系で大宮から伊勢崎ルート並びに鬼怒川ルートにてほぼ乗り口の旅を行うと発表してはおりましたが、あいにく最終の日におきまして350系が路面に入ることが厳しいということで東武様からお話が来ましたので、こちらの方は5月25、26の大宮から出る東武ほぼ乗り口の旅は行うことができませんでした。お楽しみにされたお客様には誠に申し訳ございません。東武からのライアンとして今リバティを使った形で電車を受けておりますので、発表ができる段になりましたらまたホームページで発表したいと思います。私の企画しているコースを検索する際には、クラブツーリズムのホームページより検索の窓で大塚武蔵、大塚の南の武士の市と書いていただければ、私が作ったコース出てまいりますので、大変お手数ではございますが検索いただければありがたいです。また5月12日の2653系の旅におきましては、こちら週明けの月曜日10時より往復グリーン車のプランを発表する予定でございます。皆様に窓側を楽しんでいただきたいので、12名様限定という形で明日月曜日10時から発表しますので、もしご興味のある方はご覧いただければありがたいです。今後もこのような鉄道にこだわったツアーを平成は31回やりましたが、令和におきましてはそれ以上にやるように心がけてまいりますので、今後ともクラブツーリズムツアーをよろしくお願いいたします。13時半過ぎに栃木駅に到着いたしますので、それまでどうぞ旧型客車の旅をお楽しみください。本日は誠にありがとうございました。
Thank you.
ご乗車ありがとうございました。